こんにちは、ずいふうさんです。今日ははじめ社長の運勢を見ておきたいと思います。動画を見てね、一体何をやりたいんだろうとかね、いろいろ疑問に思いながらね、見ておりまして、まあ今までね、静岡の住んでるところから、東京に新居を、ね、買ったということでね、そういう動画を見たり、大量のクリームソーダを大量に作って飲んでたりとか、まあ、何をやりたいんだろうなということでね、見ていきたいと思います。まずね、パッと見た瞬間、渋沢栄一ですかと、ね、いうことでね、思いました。だから渋沢栄一って幕末ね、明治、ね、通じて、日本の経済の父ということですよね。で、ここポイントは、江戸時代お金儲けはもうなんか汚い、ね、薄汚れてる、ね、だから武士たるもの、ね、お金のことは口にしてはいけない、ね、そんな風にね、思われていた。その時期にね、やっぱ金銭感覚鋭い、渋沢栄一、ね、出てきたということですよね。まあ愛の行商、ね、愛を育てて売って歩く、ね、それ交渉して歩く、ね、まあそういうね、感覚っていうのは、その、まあ、はじめ社長の場合持ってるのかなと、ね、その時の常識よりはるかにね、違うんだよと、ね、パリに行った時ね、いろんな国王と会うけど、うちはまああそこより石炭安いからうちで買う方がいいよって、国王自ら商売人になってね、だから買ってねみたいなね、石炭うちいいよみたいなね、言われたとね、いうことでね、もう既成概念バン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 ね、破られて、目から鱗と、いうことでね、で証券取引所も連れてってもらって、自分自身も投資をして、この鉄道株いいよってね、お金ちゃんと作ってね、でまあ慶喜、まあね、まあ徳川ご一行ね、徳川ご一行のまあお金なかったんだけども、何度か工面してね、無事に帰国したということですよね。太陽にはね、土星テイル、土星リリスですね、土星リリス、ゴーです、そして冥王星スクエアと、いうことになります。ここリリスが乗ってるというね、まあ清濁合わせ飲むっていうね、水の田村意次ですかみたいなね、そういう感じの人ってやっぱ多いんですよね。ですから、まあその時代において、まああんまり武士道とか固まってなくて、楽な方にもっと行こうよと、リラックスしていこうよっていうね、そういうようなね、テーマがあると、いうことですよね。だからまあ役者だと北村一輝さんがね、太陽リリスコということで、まあ幅広くね、いろんな役柄ができるっていうことだけども、望月刑事を追い詰めるね、変な先輩みたいなね、そんなような、何でも捕まえるためだったら何でもやるみたいな刑事を演じてましたけど、あ、こういう役なんだみたいな、こういう役がぴったりなんだみたいなね、オタクもやったりとかね、いろんな役柄できる役者さんですよね。はじめ社長の場合もそんな役割をね、一歩枠を出るためにね、もうちょっとこうリラックスしていこうよ、ね、そういうようなね、役柄をしているんではないかなと思いました。まあ時々それがね、不祥事になったりとか、ゴールド免許だったのにスピード違反をしてみましたみたいなね、そういうことをしてみたりとかね、まあ問題はあるんですけど、そういったことで、
まあ冥王星で、冥王星がまあスクエアってことはもう徹底してね、それをやると、徹底もうそんじょそこらのね、もう努力じゃないと、徹底してね、なんとかしてね、どんな手を使ってでもいいからトップにね、立ってやるということですよね。ですので、まあよくね、他のメンバーついてきてるなみたいなね、いうことで、まるで三島由紀夫盾の会ですかみたいなね、もうやるならお前ら徹底的にやるぞとね、いいかお前ら明日からね、決行だとね、明日市ヶ谷ね、自衛隊行ってね、防衛庁行ってやるぞとね、防衛省行ってやるぞとね、まあ2日で辞めた人とかね、やっぱその雰囲気感じて、じゃあ僕は降りるってね、なったんじゃないかと、こういうことを思いますよね。ですんで、まあ何かの覚悟を持って、じゃあもう自分もね、ここ入って、YouTuber というね、SNS ということでね、もうのし上がりたいと、いう気概を持った仲間が多分集まってるだろうなっていうこと思います。普通の人だったら嫌がりますよね。ズイフーさんもこういう人いたら一緒にやろうって言われても、いやちょっと勘弁してくださいって言って、はじめさんちょっとそれだけは勘弁してくださいって言ってね, ね、東大全共闘にね、役員だった人がお礼の電話入れたら、おい立の会入らないか君って言って、木村さんとかね、逆に誘われたっていうね まあ三島さんはね、まあ発出の人なんでね、敵であれ戦ってくれるならっていうね、まあそういったことでね、すさまじい人なんだなと、いうことがね、これ見ると分かります。だから渋沢栄一みたいなっていうね、徹底してやる。じゃあ経済、日本経済どうしたらいいんだって。徹底してもうね、西洋からもうどんどん入れてかないとね、もう日本はダメだと。通貨もちゃんと作らなければならない。証券取引所だってもそうだしね、ホテルだってもそうだしね、いろんな会社もそうだしね、さまざまな会社、郵船だってもそうだしね、みずほ銀行だって作らなければいけないっていうね、まあみずほを最初に作ったね、第一勧銀ですか、第一勧銀、日銀作るね、そういったことでもうね、枠にとらわれないでやっていけた人ってことですね。だからもうそれに置いてかれた人っていうのは、まあ新選組とかね、もう時代のその流れにこうついていけなくてね、まあ相変わらず、だからね、パリのご一行でももうやってらんねえって言って帰っちゃうね、仲間もいたわけですよね。まあでもね、栄一はもうそこはそれは違うと、もうこれからの日本は違えってね、言って、それでまあ帰国して、もうそうじゃなくて俺はもう経済の方で行くと、ね、喜一の方はもうね、函館戦争で戦ってますからね。喜一をパリに連れてったらどうなってるかなと思っても、やっぱり栄一のようにはやっぱりね、行かないということで、はじめ社長をパリに連れていかなきゃいけないね、当時、まあ当時のね、慶喜公の、まあ家臣だったらね、ということでそういうことをやって、で今 YouTube でそういうことやってるんじゃないかなとね、思います。でまあこの配置見るとね、やっぱり苦しいんですよ。でもう苦しいからね、もうちゃらけちゃう ね、高田純次さん、いや厳しいなみたいなね、高田純次さん秀才だったけど全部受験失敗したんだって。で入ったのは東京デザイナー学院っていう専門学校なんだってみたいなね だから期待されながらなんかね、ダメになっちゃったりとかして、っていう運命っていうかね、そうなっちゃうんですよね。だからね、プレッシャー強すぎて、本番に弱い子みたいなね、みんなでプレッシャーかけすぎみたいな。
でもはじめ社長もね、本当は第一志望茨城大学だったけどね、落ちちゃってね、静岡大学ね、まあ、でも静岡大学って言ってもね、大したもんですよね、静岡大学で、まあ、彼女が茨城大学推薦で行ったから、じゃあ僕も勉強して、茨城大学にね、入ろうと勉強したんだけど、やっぱりねダメでっていうね、そういったことで、まあ、その後その彼女とは別れてしまったんですけども、やっぱり落ちてるんだ、落ちちゃうんだみたいなね、プレッシャーかけられて 彼女が推薦でもうね余裕で、だから推薦でいけるってことはもうそれ以上にできたってことですからね 推薦でいけるんだみたいなね、評定平均4.5ぐらい取ってるんでしょうねみたいなね、はじめ社長評定平均3.0だけど君どうするみたいな みたいな、一発勝負でいくしかないよねって言って、もう玉砕みたいな 授業中寝てたもんねって言って、ね、彼女はもう授業中しっかりね、宿題もちゃんと出してねやってたから、評定平均は高いんだよって言ってね 君は実力で行きなさい、受験しなさいね とかね、まあ大体想像はつくんですけどね、状況はね。まあそんなようなことで、まあ高田純次さん思い出だから、あんまりにも苦しいからね、もう徹底しておちゃらけの方にもう行っちゃう、それはもう置いといて、でもういいんだと、もうそれも取り出さないと、もうね、お笑いで行くと、ね、もうそれ置いといて、もうおふざけ、徹底的にふざけていくぞと、自分はね、徹底的にふざけて、面白おかしく、ね、やったるぞって言って、まあ今、あんななってるっていう、あんななってるっていうのも、ね、変ですけども。だから高田純次さんを思い出してしまう運勢なんですよね。そしてね、高田純次さんと、まあ、そっくりっていうのは金星木星ね、オポ、ね、金星火星スクエアっていうことでね、もうやることなすこと、ね、不思議なこと多くて、ね、高額なダイヤモンド食べちゃうってね、パクンって。虹 川さんの持ってきた なんかでっかいこう宝石、このでっかくていくらぐらいですよね、何千万ですよねあれね、元ね宝石商やってたらしいですけどね、その高田純次さんね、それをねパクって口に入れてね、出してくださいよって言って虹川さんにね口を開けられてね ああいうことですよね、だからね、そうかみたいなね。でまあはじめ社長もね、人生一度きりだと、ね、いうことで、好きなことをやろうと、ね、でまあ大学1年の春、まあ夏の時ですよね、だから YouTube をこう撮影を始めたということですよね、自分のためにっていうね、だから高田純次さんも自分のためにって言ってね、あまりにも苦しいから、ね、自分の人生ね真面目な方で行くと苦しいから、もう本当にね、お笑いで行っちゃうっていうね、元気の出るテレビみたいな、あっちの方で行っちゃうっていうね、まあそれを思い出しました、今ね。ああ、高田純次さんみたいなんだ、みたいなね。ですからまあ、非常に、まあ、おふざけ動画も、やっぱこういうところでね、なんだなと。虹川さんの宝石パクって食べちゃう、ね。それもこういうところなんだなっていうね、そういうことですよね。でまあ金星ってまあすごくて、だからまあ ZOZO のね前澤友作さん、まあ ZOZO じゃないですけど今ね、まあ、元 ZOZO のね社長の、前澤友作さんとか、まあドンファン、紀州のドンファン、ね、野崎幸助さん、ね、やっぱこういうすごい金星をしてましたから、お金儲けうまい、英雄色を好むってね、やっぱこのことでね、仕事もできるけど女もやると、ね、
いう人ってやっぱ金星がまあ華やかでね、金星がまあ突出している人っていうねことですよね。でまあだから女性人気高いのもね、うなずけますよね。でまあ非常に色気もあるしね。でまあたくさんのねファンを集めることができるもう木星。AKB ではね、推しメンといってね、総選挙勝てるでしょうみたいな、そうAKB 総選挙勝てるでしょうみたいなね、そんなような配置ってやっぱ木星ですよね。なんでね、そういう面からするともうこの金星ね、これでやってるんだなと、ね、ストーカーも来る、来ますよね。ストーカーもちろんね、ストーカーが何回か来たっていうのもやっぱりね、こういう配置の人ならではの、ね、出来事だと思いますし、そして、魚座の水星、火星とトラインということですね。火星とトラインでセレス号なんですよね。だからまあ作業で、ね、知的作業、ね、によって育てられるという意味になりますよね。だからまあ YouTube でいろいろ企画を考える、いろんなアイデアをひねり出すというような作業がね、もう YouTube とともにこう成長していくっていうようなね、やり方をすると思います。だからだんだんねその YouTube の内容もね成熟していくんじゃないかと、ね、思います。でその内容ですけども、やはりね事前事業、魚座ですよね。魚座の事前事業というね、事前事業というね、慈悲のサイン、魚座、ね、かわいそうな人を助けたい。で本当は1億円寄付しようとしたんだけども、1000万ぐらいしかまでしか振り込めないらしくてね、じゃあ1000万寄付しましたとかね、いろんなところにいろんなところで、ねまあ、寄付をしたと、いうことですよね。だからまあこれからねそういう慈善事業とか福祉事業、福祉だとか、ね、ボランティアだとかね、そういったことに関わっていくということは思います。でただ魚座の悪いところがねやっぱ出てしまって、心霊スポットに行ってみたみたいなね、魚座だからといってそういうことをしていいというわけではないんで全日空のね、墜落現場ということなんで、まあ不快にね、思う方がたくさんいるのでということで謝罪をしてましたけどね。まあまあ魚座のやることだろうなと、ね、いうことはまあ理解できますね。心霊とかね、幽霊とか、あるいはその、まあ、本当はね神事なんですけどね、本当は神事なんですけど、神事をやっていくべき運勢、神事あるいは慈善事業ね、教会で何かをやる人ね、駆け込み寺で何かをする人ね、そういうようなねまあために生まれてきたということですよね。そしてねまあ太陽も水亀25度にありますんでね、これはもう幽谷ね、三島由紀夫さんが幽谷っていう本書いてますけど、もそのまんまですよ、もう、そのまんまの運勢持ってますんで、水亀みたいな、水亀みたいな。だからあれなんですよね、その東大全教頭と VS バーサス三島由紀夫バーサスね全教頭みたいな、あれあれやっぱりもう楽しかったって言ってましたね本人はね。だから話し合いたいとね、もう胸襟開いて、左翼も右翼も胸襟開いてね話し合いたいんだよとね、なんか言ってくれよ君たちって言ってね、学生とこうまあ、語り合った、まあ、危険だったには危険だったんですけどもね、語り合って、そしてまあ学生の質問に対してものすごく丁寧に答えていたと、
いうことでね、ああ、なるほどなって。やっぱそうなんだ。まあ、幽谷。だから、はじめ社長の運勢っていうのは、幽谷ということですから。国を憂う。有事があったとき、俺が出てくぞと、ね、いう運勢なんですよ。だから、人生の目的、目標っていうのはもう、有事ということ。まあ、有事だとか、ね、かかってますんで、幽谷。幕末維新だったらね、やっぱり、まあ、倒幕運動、ね、勤王の志士になっていたと思われます、こういう方だと。まあ、ただね、それを、まあ、それも外して、経済とか、ね、お金のことも考えられる、まあ、坂本龍馬みたいなね、坂本龍馬も商売人の子供ですからね、まあ、そういった意味ではね、商売薩長と、ね、なんで同盟できたか、ね、商売したからですってね、はい、じゃあ、長州の米、ね、はい。薩摩の武器、はい、交換 もうそういう商売感覚ないと、もう仲良くさせることできないですよね。そのうち、その商売ね、薩長でやってるうちに、だんだん気心が知れてきて、まあ、犬猿の仲だったんだけど、薩長同盟っていうのがね、成立したということなんでね。だから、まあ、清濁、ね、合わせ飲みながら、進んでいくと。幽谷の心を持ってね、進んでいく。だからもう本当にね、もう日本がおかしくなってピンチになった時ね、もしかしたら国政打って出る、ね、可能性はありますよね。だから国政打って出ますよね。だからね、こういう人ってね、ちょっと待てとね、こういうね、有事の時こそ俺が立候補して、なんとかしないといけないと。またはその立場に立たされるっていうね、そういうような運勢ですよ。だから土星と冥王星ね、やっぱスクエアで、このね、この生まれた時っていうのは何があったかっていうとね、オウム真理教だとか大変ね、坂本弁護士殺害事件とかね、もうそういうサティアンみたいなね、サリン製造みたいなね、そういうね、カルト教団の時代でもありました。ですんでね、しかもオウム真理教ってもうみんなエリートばかりですからね、みんないい大学出た弁護士とか医者とか、みんなね、そういう人ばかりでしたからね。まあ、そういう世の中のその海と言いましょうかね、そういったもの、混沌とした世の中っていうね、幕末もそうですね、混沌とした、ね、先が見えない、どうなってしまうのかね。だから、ええじゃないか、温度。ね、ええじゃないか、ええじゃないかっていうね、温度が流行ったらしいんですけどね。もうどうなってもいいや、みたいなね。そんなまあ雰囲気だった。ね、混沌としている。どうなるのかわからないっていうね。そういう時にやっぱ立ち上がるというね、そういう運勢してますんで。ただ、あんまり平和な時は、あれですよ、動かないですよ。平和な時はね、もう自分自身でね、YouTube でも何としてもね、どんな手を使ってでもね、俺はもうトップを取ってやると。ね、もう死んでも離さないみたいな。まあ、死なないようにってことですけど、もう何としてもね、死ぬ気でやるっていう、そのど根性みたいなね、やっぱりところが見えますんでね。だから、まあ、これからの行動としてはね、幽谷。ね、三島由紀夫幽谷。の運勢だということが言えます。ですから、あの頃ね、本当にね、革命起きるかもしれないと。共産革命ね、本当にね、起きるかもしれないね。だからもう占拠したとね、安田講堂ね、30分占拠したとね、解放区ね、解放区、解放区にやたらこだわってましたけどね、その解放区って じゃあ、それを広げられないのかって話をしてたりね。ですから、まあ、その解放区ですよね、その、まあ、時代の流れとともにね、やっぱり、まあ、いろんな事件ってやっぱ起こるんですけど、
多分次の有事、まあ、今コロナでね、まあ、大変な時期ですけど、まあ、次の何かあった時にね、立ち上がるんじゃないかなっていうね、ことは思います。あるいは政治が腐敗したりとか、した時、日本は何とかしなければいけない。ただでさえもう日本なんか、もう超デフレですからね、もう本当に、もうこれから日本が貧しくなっていくだけですからね、このままの調子でいけばね、30年間物価上がらないなんて、日本だけですから、これね、どうなってんだっていうことで、まあ、高市さんがね、給料倍増計画みたいなことに ね、言ってましたけどね、もう本当、倍にしてください、100均も200円にしてくださいね、その代わり給料も倍。これであればいいんだけども、さらにね、安くしちゃうみたいな だからその辺問題なんでね、ちょっとその辺もうやばいっていうのを結構もうね、抱えてるんでね、日本もね。だからいよいよだって時、多分ね、はじめしゃちょーね、出るかもしれませんね、こういうね、人はね。まあ、夕刻ですから。出ないにしても、そういう運動を主導するとかね、あるいはそういう組織を作るとかね、政党を作っちゃうとかね、やっぱそんな感じですよね。ですんでね、まあ何をしていくのかなってね、ふと疑問に思って、まあ、トップ YouTuber にはもう非常に、ゼフさんも興味ありますんでね、どうやってあげるんだろう、この人が、みたいなね。動画編集とかね、まあ、いろいろするんですけどね。で、動画編集して、努力してると。ね、ヒカキンさんなんかも寝るのを惜しんでね、動画編集してると、ね、いうことで。ひろゆきさんは全部ね、人に任せて、ね、その時間で自分は本読んだりね、別のことを、その方がよっぽどね、有意義だと言ってましたんでね、人に任せちゃう人と、まあ、自分でね、ヒカキンさんのようにやる人と、まあ、いますけどね。それぞれね、YouTuber の人を見てても、まあ、非常に面白いですよね。ですから、まあ、これからどうなっていくのかなっていうね、ことを思ってましたんでね、今日はちょっと運勢見てみました。で、月なんですけどね、12時で出すと、射手の1度なんですよね。だから、これ前後6度ずつずれますんでね。早い時間だったら冥王星と午で、これ月と、まあ、冥王星午になってしまうんでね、これ月が入ればね、早い生まれだったらね、大変なことになりますっていうね、ことですんで、まあ、要するに半月、ね、まあ、半月で、半月、欠けていく時の半月ですよね。半月だともう余計大変ですよね。だからブッダみたいな、手塚治虫ブッダみたいな、そういう世界ですからね。キングダムみたいなね、わらべ神みたいなもんですからね。わらべ神は、ね、もう天下の大将軍になるんだぞって言ってね。で、まあね、というお話ですけど、まあ、それとブッダもそうですよね。もう奴隷の子、ね、足の裏に入れ墨入れられてっていうね。君は一生奴隷っていうところから、まあ、かと思えばお釈迦様、これでいいのか、悩む、自分だけおいしいものを食べてる、リッチに生活している、パッと見ればね、なんだこれはみたいな、食べるものもなくて餓死してるの、もしかしてって言って、やばいじゃんそれって、いいのかなって、だから、まあ、やっぱりそのどっちかですよね。いいのかなと。ね。だからこれでいいのかと。いうことでね、強くモチベーションかかると。いうことですよね。だから、今回ね、まあ、満月生まれの、河野さん。ね。河野さん、満月生まれなんですけどね。これでいいのかと。ね。既得権益いいのかみたいな。既得権益守ってる人たちみたいなね、
いいのかこれでみたいなね、原発ね、金もらってんだろお前たちみたいな、いいのかと、いうことでね、あんまりこう言うこと聞かないから、麻生派のね上の人はね反対だとね、下の人はね河野さんだって言ってね、麻生派が割れちゃうっていうね。でも麻生さんも麻生さんってね、もう自分の派閥なんだから応援してやれよっていう感じだけども、だからそういうことなんでしょうね。だからまあそれをぶち破っていくっていうのはいいのかなっていうね、それで自分自身、まあそういう信念でね、まあ、やってるということで、賛否両論あるんですけどもね、その中で戦いに挑むというね感じだと思いますんでね、はじめ社長これからどんな活躍をしてくれるのかということでね、楽しみにしたいと思います。でね、遅い生まれだったらね、月がねノーアスになってきます。伊手座の方にだんだん最大伊手座の7度まで行きますんでね、これだとね、あのスクエアのね、土星と土星太陽とスクエアですからね、これもここから離れますんで、まあ月のノーアスになりますんで、ね、まあそれまあだから午前の生まれか午後の生まれでちょっと運勢ね、これ月はプライベートなところではね、なんかね熱やあったらしいですけど、プライベートではね随分変わってきますんでね、うん、午前中生まれだったらまあ穏やかな水木有沙さんみたいなね、ああいう人で、まあ午後生まれだったらね、うん、非常にまあ穏やかね、穏やかにこう過ごしてますんでね、まあどういう人でも、田中みな実さんでもいいですみたいな、まあ田中みな実さんと結婚するとまだね、またさらに輪をかけて大変なことになっちゃいそうなんで、ちょっとそれは田中みな実さんまではいかないけども、うん、まあまあ言いたいことはもう多少刺激を加えてほしいってことですよね、散っては家でもなんかやれよみたいなねことなんで、まあそんなことでね、まあで修正時間ね、もう分かればもちろんね、また見てみたいと思います。とにかくね、まあどんな風にねこれからなっているいくのか、注目していきたいと思います。はい、それではチャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。